終わり。わーすごい、もう予約できた。本日はホテル予約サイトアゴダさんとのタイアップの動画になります。ハロー札幌、ハローアゴダというアゴダさんのキャンペーンに参加させていただき、予算2万円で札幌を大満喫してきました。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。本日はアゴダさんとのタイアップ動画でございます。来ました。私たちにとうとう旅行関係のお仕事が舞い込んできました。これは嬉しい。嬉しい。アゴダというのはホテル予約サイトです。そうね、私たちも普段ホテル取るとき毎回アゴダさんを使わせていただいてるんですよ。そうだからびっくりした。そうなんだよね、いつも使ってるやんって思って。そういうこともあって今日のお話はすごいびっくりしたんですけども、 そんなアゴダさんと私たちのタイアップの動画になります。はい、今回私たちはハローシティハローアゴダというアゴダさんの新しく始めたキャンペーンに参加させていただくことになりました。はい、どういうキャンペーンかというと、日本の主要都市の魅力を各 YouTube クリエイターが動画を通して皆さんに紹介するという企画でございます。はい、この度私たちが担当することになった場所は北海道札幌市です。来ためっちゃ嬉しい。やばくね。札幌代表頑張ります。頑張ります。このキャンペーンの一番のポイントは、アゴダさんを利用していかに低価格で皆さんにその都市の魅力をお伝えするかというところでございます。はい、もうコスパ重視の旅行ってことだね。そう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 、うん、予算が決められております。お一泊二日でホテル代込み2万円です。おー、ホテル代込み。ああ、結構しんどいんじゃないか。ああ、まあ、それはホテル代込みっていうのが結構強いよね。そうだね。ああ、本日はなんと北海道最終日でございます。やばい。実はもう私たち明日北海道を旅立つことが決まっております。はい、この一泊二日で私たち自身も札幌を全力で満喫しなきゃいけないわけ。そう、札幌グルメを食べ尽くしたい。来ました。そう、来里といえばグルメじゃないですか。ああ、札幌といえば何が思い浮かべますか。やっぱり札幌といえばスープカレー、ラーメン、ジンギスカンじゃないですか。はい、その3つ食べに行きます。行きましょう。1日で、うん、食いすぎだね。では早速本日宿泊するホテルをこのアゴダさんのアプリを使って予約していきたいと思います。はい、すごい、あのもうアプリがめちゃめちゃカラフルで写真が本当にたくさんある。安いね。安いね。4500円、6730円、4235円。安いね。3000円とかもある。まあでも今回は一番上に出てきた、まあ、それでいいんじゃない、おすすめの宿泊施設にしてみようかな。そうね、東急ステイ札幌大通りさん。おお、いいじゃん。どんな感じだろう、部屋は。うわー、めちゃくちゃ部屋綺麗だよ。うわ、すげえ。すごい高画質で本当に見やすくていいな。になるお値段はなんと4125円です。2人で1泊、激安。1人2063円。やばいね。安すぎるね、ちょっとこれは。すごいね、これ。すごいわ。うわー、予約まで一瞬だわ。うん、行きます。終わり。わー、すごい、もう予約できた。早いということで本日のホテルの予約が取れました。もうほんと 1,2 分でサクッと予約完了です。そうね、宿泊先が決まったので私たちの札幌 Vlog 楽しんでいきたいと思います。行ってきます。うわ、麺うまやばい。うん、うわー、これめっちゃ好き。いきます。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しい。やばくない。すっごい美味しい。麺さ、食感すごくない。これぞ北海道の札幌味噌ラーメンっていう感じ。超うまくね。とろとろ。あ、本当にここ来れてよかった。ね。うまっ。はい、行ってきました。マジで美味しかった。やばかったね。やばい。
いベゾ札幌味噌ラーメンっていう感じのシンプルな味なんだけど、うん、結構こってりめでね。そう、純連がそばにある札幌市民が羨ましいもん。めっちゃ羨ましいね。いつも食べたいくらい。そうだね。じゃあ次行きます。そうだね、ちょっと一回、はい、あの予約したホテルにチェックインしに行こうかな。そうだね。うん、うわすごいシンプルな、うん、使いやすそうな部屋。そうね。じゃじゃん、うわーい。キッチンなんだよね。これすごいよね。そうそうそう、なかなか見ない。見て、洗濯乾燥機とレンジとケトルがもうついてんの。これがね、もう好きすぎて、私たちは東急ステイがあるところは東急ステイを取るようにしてる。そう、もうバンライフはね、ちょっと洗濯物事情があるからね。そう、これせーの。気持ちいい。最高。うわー、もう二人で寝ても余裕だね。余裕だわ。あー、最高。いつもシングル以下のスペースで寝てるから気持ち感じる。いやー、やっぱりこの東急ステイにして間違いはないね。だってこれアゴダで予約して、うん、4000円台だからね。信じらんない。このホテル2人でだよ。やばくね。1人1泊2000円安すぎでしょ。安いよ。うん、よし、じゃあ次の札幌グルメ行きますか。行きましょうか。お酒も飲めるしね、今日は。最高。ん、柔らか、うまい、しこ、おいしい、やばい。うまいね。おいしい。美味しかった。いや、美味しかったな。いや、でも結構使ったんじゃない。そうだね。大丈夫か、これは。2万円だぞ、予算。大丈夫、大丈夫。ギリギリ。続きはまた明日巡りたいと思います。はい。とりあえずじゃあ今日はアゴダで予約したホテルに戻ります。おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。いや、満喫しました。満喫した。ゆっくりしたね。すごい寝心地よくてね。ついチェックアウトギリギリまで寝てました。はい。じゃあ最後の札幌グルメに行きたいと思います。行ってきます。行ってきます。うまい。うん、念願じゃん。やっぱめっちゃ好きだわ。おいしい。めちゃくちゃうまい。うまい。ラッシーおいしい。やらか。うまい。はい、ではスープカレーも行ってきて、札幌グルメを1泊2日で大満喫成功しました。来ました。ということでね、ちょっと金額をちょっとおさらいしますか。そうですね。やばい、うち全然考えてなかった。やばい、不安になってきた。最初に行った味噌ラーメンの純連1930円。はい。だるまね、あそこ7931円。はい。ホテル4538円。はい。駐車場代2000円。はい。スープカレー3430円。はい。合計がやばい、結構いってね、19829円。やばい、やばい。完璧やん。お店計算829円。やばー。危なバカ。マジで危ないね。すごい。皆さん、あの予約サイトアゴダを使えば、札幌をね、1泊2日でもここまで満喫することができます。うん、それも1人1万円で。すごいね。これはすごくないか。コスパがいいわ。めちゃめちゃいいでしょ。で、土曜日に来て日曜日に帰る1泊2日の弾丸プランでもこのぐらいの低コスト楽しめるので、うん、ぜひね、皆さん、あの予約サイトアゴダを使って札幌旅行を楽しんでください。はい。皆さん、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。
いやー、札幌代表として俺らいい仕事したかな。どうかなー札幌の皆さんいかがでしたかとか言って